と磨きをかけないと。もっと磨きをかけないと。皆さん、準備はいいですか？ああ。王国陸軍及び風牙隊はすでにバルダー南の平原に展開しました。我々も急ぎましょう。まずはバルダーを通過します。皆さん、道中も警戒を怠らないでください。準備は抜かりない。ここからは私が引き締まりますね。警戒態勢を。下がってろ。俺が行く。やりなっちゃ。抗生反応。活動停止。周囲の安全が確認できました。やっと普通に入れるようになったんだな。
冒険者っていろんな薬を使うらしいわね。もしかしてその中に嫌われ薬なんてないかしら。手に入るのなら嫌われ薬を売ってほしいのよ。もうそれを使うしかないわ。お願いできる？一途に思ってくれる人がいるのだけど、嬉しい反面怖いのよ。自分が弱くなりそうで。ここの住人は国の戦争に巻き込まれただけなんだよな。もう終わらせてやんねえと。おやまあ、こんなとこまでよ。ゆっくり準備できるのはここまでだ。万全にしてからヴァイル帝国へ出発しよう。邪魔するぜ。旅の方、あなた方は冒険のために様々な薬を調達し使っていると聞きました。そこでどうかお願いしたいのです。惚れ薬を一つ売ってはもらえないでしょうか。たった一つで構いません。あの人の心だけこちらを向いてくれればそれで。惚れ薬が手に入ったのですか？ありがとうございます。配送の仕事より楽だったな。あとはこれをあの人にこっそり飲ませるだけですね。無事飲んでもらえることを祈ってください。これでやっとあの人の心をつかむことが。私の気持ちは変わりません。あの人しかいないんです。あとはこれをあの人。これでやっとあの人の心。旅のものか。そうだ、一つ頼まれてくれないか。ラーカスの村まで一通の手紙を届けてほしい。これは私からではなく
私の恩師であった。いや、サルタス兵長から預かったと伝えてほしい。間違っても私から受け取ったとは言うな。奥方には直接届いたと思ってほしいのだ。分かったな。よっ、よっ。人形かい？素晴らしい出来栄えじゃないか。さすが俺の娘だ。配送の仕事より楽だったな。一点物で商売するなんてなかなかの度胸だ。オートで乗客を捕まえて繁盛してくれればいいが。娘から預かり物だって？まさか俺のことバラしたんじゃないよな。頼むよ。最初からバレてたってことだな。さすが俺の娘、しっかりしている。これなら安心だ。まあ、これを機会に旅の方たちも俺の娘の店またぜひ寄ってやってくれよ。
似たようなのを大事そうに持ってるやつは見かけたし。配送の仕事より楽だったな。はい、ありがとう。サンキュー。はっ。何かおまけでもあれば買うんだけどね。なんと今なら一匹買えばもう一匹ついてきますよ。邪魔するぜ。ここをもう一声、なんとかならないのかい。新しい商品が入ったんだ。ご満足いただき、サンキュー。新しい商品が、ご満足。サンキュー。父が心配してあなた方をよこしたってことはすぐに分かったわ。だっておかしいもの。配送の仕事より楽だったな。旅の備えに私の人形は役立ちそうもないわ。でもいつかそういった人形も作ってみたいわね。ぜひまた寄ってちょうだい。贈り物にも最適な最高の人形を用意するわよ。旅の備えにぜひまた。新しい商品、ご満足いただき、サンキュな。サンキュー。ラッキー。まあ、わざわざバルダーから。そうでしたか。サルタスと名乗る兵士からこの手紙を。その兵士とは私の夫のことです。私の夫からこの手紙を受け取ったというのですね。では
あなたにこの手紙を託してくれたというその兵士にこの返事を届けてはくれませんか？何も気にすることはありませんよ。手紙を受け取った相手にそのまま返事を渡すだけです。と分かるものなのです。大切な家族とはやはりどこかつながっているのでしょう。ラッキー。やっと普通に入れるようになったんだな。ラッキー。ラッキー。住人は国の戦争に巻き込まれただけなんだよな。もう終わらせてやんねえとは。届けてくれたか。サルタス兵長からのことづけ、くれぐれも間違えず伝えてくれただろうな。配送の仕事より楽だったな。この手紙はまさか奥方からの返事か。しかしこれを私が。やめないで。失礼。なんたることだ。この手紙、奥方はすでに兵長の戦死に気づいておられたのか。偽りを通すことはいつの世もかなわぬものだな。しかし優しい嘘も時には必要なことがあるものだ。それを必要としていたのは奥方ではなく私自身だったのかもしれないな。ゆっくり準備できるのはここまでだ。万全にしてからヴァイル帝国へ出発しよう。邪魔するぜ。いらっしゃい。ここは城壁に囲まれてるから安全だ。安心して休みなさい。あ、うまいなこれ。夜は静かだからよく眠れただろう。気をつけてな。また来るぜ。まずはバルダーを通過します。皆さん道中も警戒を怠らないでください。
の風雅という乗り物は本当にミダスさんが作られたのか。またその話か。ミダンの基礎を作ったのは確かに俺だ。信じられません。明らかにこの星の文明レベルを大きく超えています。ミダスさんは天才的な技術者なのですね。おだてたって何も出ないぞ。褒められるのに慣れるまでどれだけかかるやら。何してるんだ、こんなところで。この町に住む人々を観察しているんです。酒場にはいろいろな人が集まってきて面白いですよ。まあ人間観察は結構なんだが、酒場の中で突っ立っていたら他の客の邪魔になるだろう。ほら店の人も困ってるだろう。店に居座るなら何か一杯注文するのがマナーだぜ。そうですね、確かに不適切でした。続きは何かを飲みながらするとしましょう。おう、それじゃあな。どこに行くんですか。せっかくですので一杯付き合ってください。お、マジか。何か用があるなら一人で滞在しますが。頼まれたんなら断るのも悪いな。いいぜ、付き合うよ。それで人間観察はうまくいったのか。ええ、レイのことをしっかり観察できました。おいおい、俺かよ。最近は二人きりということも少なかったものですから、レイをじっくり観察するのも久しぶりで興味深かったです。まあたまにはこういうのもいいかもな。したか。私の目に狂いはなかったな。約束の報酬とおまけに虫どもから奪ったこの紙もやろう。ただの紙とは思えなくてね。そう、私の目に狂いはない。そいつは相当に価値のあるものだぞ。配送の仕事より楽だったな。これでまたあの珍しい料理が食べられる。少々匂うが実に美味でな。礼を言うぞ。届けてくださったのですね。ありがとうございます。これで主人もきっと安心することでしょう。配送の仕事より楽だったな。私を気遣って嘘をついてくれたことは分かっています。手紙の内容はとても温かく、そして優しいものでした。まるで主人のようでしたよ。主人の信念が受け継がれている証拠だと思います。
私を気づかそう。ちょっと待て、お前たち船の積み荷を壊していたな。あれは立派な犯罪だ。お咎めなしで済むと思ったか。だが損害を補填する働きをするなら話は別だ。倉庫に水揚げした怪しい積み荷の点検なんてどうだ。一応言っておくが、先日同じ仕事を頼んだ男は未だ施領員の中に。まあそういうことだ。頼んだぞ。ああ一応言っておくが、それ覚悟はできてる。まだしてない。はっ、強制反応、活動停止。強くなる気がする。強制反応、活動停止。やっぱりお前たちに頼んで正解だったな。おかげで怪しい罪には一掃されたってわけ。配送の仕事より楽だったな。これからも定期的にヤバそうな荷はここに置く。好きに点検してくれていいぞ。たまには金目のものだってあるだろうしな。持ちつ持たれつってやつだ。これからも定期的にたまには、バルダー南部にすでに王国軍が展開している。我々も急ぎ向かうぞ。ふっ、私に構う必要はありません。戦場に赴けば各々戦うしかないんですから。ミダス、レティシア王女に対して少し当たりがきつすぎはしないか。なんだ急に。あのことは別にあの子の罪というわけではなかろう。俺だってんなことは分かってる。
ほう。だが罪はなくともあいつには王族としての責任がある。これから先レティシアは多くの困難に直面することになる。まあそうなるだろうな。それが俺ごときに手を焼いているようじゃこの先の困難に打ち勝つことはできん。だから今のうちに経験を積ませてやってるだけだ。そういうところがお主の良さであり、また欠点でもあるな。ほっとけ。あとお前も妙な誤解はするなよ。へいへい。邪魔するぜ。マーキス先生、これが大変なんですよ。大変大変。ニーナ、少し落ち着きなさい。何が大変だったんですか？あ、はい、実はニルベスのリモン遺跡に行った時にこのペンダントが光ったんですよ。おお、そのペンダントはフィルベルトが修行時代にニルベスで発掘した鉱石を加工して作ったものなんですよ。父さんがニルベスで？ペンダントが光ったのはもともと鉱石があった場所に戻ったことで反応したのかもしれませんね。しかしそのペンダントにそのような秘密があったとは。フィルベルトは単に施領理術師のお守りとしか言っていなかった気がするのですが。父さんはどうして私にそんなお守りをくれたんだろう。確かに施領理術師にはなったけどさ。もしかして親父さん、そのペンダントの鉱石の謎を解き明かしてほしかったんじゃないか。ああ、それはあるかも。でもそこまで期待してくれたんならやっぱり最初から私に理術を教えてくれればよかったのに。そこは前も言った通り親父さんの譲れない部分だったんだろう。まったくもう、父さんたら面倒くさい人だな。面倒くさい男でしたよ。ニーナ、あなたはそんなフィルベルトの血を継いでいるんです。私はそんな回りくどいこと絶対しませんから。さて、それは大人にならなければわからないことですが、私はニーナとフィルベルトはよく似ていると思うんですがね。それはこの話の流れだととても複雑です。始まってしまったんですね。私はこの町を守るのみです。国王は猛毒食らう前よりさらに健康になってやがったぞ。星の世界の医療技術ってのはどうなってやがるんだ。体の作りが違うだけでエレナは人で友だ。その友が強く気高いとくれば、これは誇るべきことだ。なぜイーダスが連邦艦に落とされることになったのか、謎は深まるばかりですね。どうしたんすか兄貴。なんでもない。怖くないなんて嘘。宿屋で休みましょう。でも私やるよ。帝国の人たちを止めなきゃ、もっと被害が出るかもだもん。ウェルチのやつ、散々俺にお使いを押し付けたくせに指輪探しだけは依頼してこなかったな。自分の力で見つけ出したいってことなのかもな。なら向こうから泣きついてくるまでしばらく見守るか。
俺たちには俺たちのやるべきことがあるし、下手に隙見せてまたいいようにお使いさせられても困るしな。こうして民の生活を見ていると、自分の戦う理由がはっきりします。もう迷いはありません。バルダー南部にすでに王国軍が展開している。私にできることでしたら。星の世界には進んだ医療技術がありますよね。それを私に教えてほしいんです。それは申し訳ありません。未開惑星保護条約というものがありまして、私からニーナさんに宇宙の技術を教えることはできない規則になっているんです。そんな、どうしてもですか？はい、どうしてもです。そもそも私は医学の専門家でもありませんし、わかりました。無理やり聞き出したらきっとマリエルさんにも迷惑がかかっちゃいますよね。無理やり？どうやって聞き出すつもりだったのですか？ああ、医療技術以外のことだったら俺でも教えてやれることはあるかもしれないぜ。教えてやろうか？私の前で堂々とそういうことを言わないでくれますか？俺は別に連邦の法律には縛られないからな。どうだ、ニーナ？ううん、大丈夫。マリエルさんもレイもありがとう。国王は猛毒食らう前に他の人に頼りましょう。体の作りが違うだけで。おいおい、こういうところに来るにはまだ早いんじゃないのか？別にお酒を飲みに来たわけじゃありませんよ。ただちょっと気になることがあって。気になること？はい、以前から疑問に思っていたのです。お酒ってそんなに美味しいものなのですか？美味しいかどうかは人それぞれじゃないか。以前お父様に聞いた時もそのように答えられました。ということは美味しくないと思いながら飲む人もいるということなのでしょうか？いるとしたらなぜそんなことをするんでしょう？そりゃ確かに疑問に思うかもな。なぜかって言われると、そいつは。飲まずにはいられないからかな。確かに
お酒には不安を吹き飛ばすような効果もあると聞きますが、レイもそのような理由でお酒を飲むのですか？ああ、いや、俺はそこまでじゃなくて、単に飲みたいから。何か不安なことがあったらすぐに言ってくださいね。いつでも相談に乗ります。私たちは仲間なんですから。おう、まあそんだけは頼んだ。うん。なぜイーダスが連邦艦に落とされることになったのか。私に構う必要はありません。ラッキー。レイ、ちょうどいいところに。おう、どうした？ニーナさんが先ほどから私の体を見たいと言ってくるのです。え？別に変な意味じゃなくて、あくまで学術的な意味なんです。ああ、今度はエレナに目をつけたのか。私たちの体とエレナさんの体は違うところばかりだけど、逆に似た場所がないか知りたいんです。だからお願いです。むやみに私の体を分析させるわけにはいきません。レイからも何か言ってくれませんか。少しくらいいいじゃないか。ほら、レイもこう言ってることですし。まあ、レイがそう言うのでしたら。ありがとうございます。それでは早速こっちに。にな、お手柔らかにな。さて、まずはここから。ニーナさん、待ってください、そこは。ほうほう、こんな感じですか。危険ですよ、そこは手順を踏まないと。ここを、こうすると。待ってください、ニーナさん、そこは。だから言ったのに。一体何が。やはりミダスさん以外には難しいようですね。ぎゅーて、手応えあり。懲りねえな。Thank you.
かし結婚式なんてものに出席することになるとは思わなかったぜ。あれを出席したって言っていいのか。俺としちゃああいう派手な出し物でもあった方がありがたいけどな。あれを出し物って言っていいのか。何でもいいだろ。とにかくもし自分があんなことをやるとしてだ、式の間中じっとし続けているなんてとても耐えられそうにね。お前もそうだろ。まあな。でもものによっては結構楽しそうなものもあるんじゃないか。ほう。ならどんな式だったら出席しようって気になるんだ。そうだな。ゴージャスで荘厳な結婚式ってのならいいかもな。なんだ、まさにこの前の式じゃねえか。まあそうだな。一連の騒動はともかく、あの大聖堂は立派だったからな。あれは気に入った。ということはお前の結婚相手候補はあの大聖堂で式を挙げることが許されるぐらいの高貴な身分になるってことだな。俺の知る限りそんな相手といえば。おいおい、どうしてそんな話になるんだよ。俺はあくまで客として呼ばれた場合の話をだな。まあそういうことにしておいてやるか。ニーナさんにお願いしたいことがあるのですが。え、何ですか？何でも言ってください。あ、でもお金とかはあまり貸せないかも。安心しろ、絶対違うから。実は本を探すのを手伝ってほしいのです。読まないんじゃないんですか？確かにこれまで能動的に紙の書物で新規に情報収集をしたことはありません。ですがこのアスター4号星のことを知るためにはこの星で書かれた本を読むことが一番だと考えました。そっか、この星のことはこの星じゃないと書けないですもんね。お任せください。私が最高の一冊を見つけてあげましょう。おお、すごい気合だな。そりゃたくさん本を読んできた分他の人におすすめしたい本もいっぱいあるからね。燃えてきた。ありがとうございます。ニーナさんに頼んでよかったです。まずあの本は外せないよね。あとあの本とあの本、あの本も読んでもらわないと。エレナさん、楽しみにしていてくださいね。いつも以上に元気だな。こっちも嬉しそうな顔しやがって。さまざまな出来事が立て続けに起こりましたね。そうだな。イーダスを脱出してこの星に不時着した時にはここまで大事になるとは思ってもみなかったな。一体私たちはこれからどうなるのでしょうか。珍しいな、お前がそんなこと口にするなんて。そうでしょうか。レイはどのように考えているのですか。そうだな、ま、なるようになるだろう。レイはいつもそうですね。神様じゃないんだから先のことなんてわからない。だったら目の前で起こることに一つずつ向き合っていくしかないだろう。いい加減と言うべきなのか応用と言うべきか。言ってくれるじゃねえか。だがこれまでもそうやってきたんだ。今さら性分は変えられない。そう思い込みたいってとこまで含めてなるようになるだ。それがきっと
レイの強さなんでしょうね。そこにこの事態を乗り切る力があると信じています。ああ、大船に乗った気でいてくれ。今度は無茶して撃沈、はぐれるようなことはなしてお願いしますね。大丈夫です。私の覚悟お見せします。そこにいるのはマルキアとミダスか。こうしてまたオートでのんびりできる日が来るなんて思いもしなかったな。そりゃ俺だってそうだ。たん、思わぬ厄介事に巻き込まれたばっかりにな。そのおかげでこうして共に過ごせるのだから悪くはないだろう。わざわざ言わせるんじゃねえよ、そういうことは。声に出さねばわからんこともある。なんというか二人の世界って感じだな、こりゃ。さて、どうするかな。いや、邪魔して悪いな。そっとしておこう。迂闊に声に出して誰かに聞かれたら後が面倒だからな。なんだ、聞かれて恥ずかしいことでも言う気だったのか。お前が言わせたいのはそういう類の言葉だろ。ふん、余計な気を使わせてるようだ。マルキア、行くぞ。仕方ない、もう少し落ち着いたところに場所を変えるとするか。ラッキー。風火隊がいれば地上部隊は負けることはない。俺たちは本丸を狙うぞ。緊張しているのか。お主らしくない。我らと風火の力があれば何の問題もない。やっと普通に入れるようになったんだな。それでですね、その時アントニオが何て言ったと思います？さあ、私には分かりません。何と言ったのですか？後ろから私の肩を掴んで、おいおい、危ないぞ。私が転びそうになったのを守ってくれたんですよ。その後、荷物を運ぶのを手伝ってくれて、まるで王子様みたいですよね。
その後アントニオは私にこう言ったんです。おいおい、何を騒いでるんだ。クロエからアントニオの話を聞かされていました。はあ、またか。クロエもよく飽きないな。飽きるわけないじゃない。アントニオのかっこいいところ、素敵なところはいくらでもあるもの。そうか。はい、別にクロエの話を律儀に聞いてやらなくてもいいんだからな。いつもいつも大変だろう。そう思うのでしたら、たまには交代していただけませんか。嫌だよ。兄貴が無意味に褒められまくる話なんて聞いたってしょうがないだろう。そうやってみんなが聞いてくれないから、いつも私のところに来るんですよ。いつも悪いな。人事ではありませんよ。クロエはアントニオに対して恋愛感情に近い憧れを抱いています。もしアントニオとクロエが交際し、いずれ婚姻関係を結ぶとなったら、クロエはレイの姉という立場になるのですから。クロエが俺の姉？お？何？レイ？いや、なんでもない。クロエが姉になったら、アントニオののろけを毎日聞かされることになるかもしれません。今のうちにその練習をしておいた方がいいんじゃないですか。そうか、そうなのか。一つ気になっていることがあるんだが。お、なんだ。星の世界で運送業に携わる者たちは戦場に出て戦うこともあるのか。なわけないだろう。俺たちの仕事はあくまで荷物を運ぶことだけ。白兵戦なんてのは専門外だ。そうなのか。しかしその終わりには最初から戦い慣れていたように思えてな。それに妙に肝も据わっているように感じたが。ああ、そいつはきっと親父に鍛えられたせいだな。ほう。運送業は体が資本だ。いざという時に困らないよう体は鍛えておけって親父からは口を酸っぱくして言われたからな。無理やりいろんな武術を経験させられたりもしたから、そのおかげかもな。なるほど、その経験は役に立ったということか。星の世界にも武術という概念が存在するのだな。ああ、どんなに文明が発展しても人間自分を鍛えることはやめらんないらしい。当時は何の意味があるのかわからなくて嫌になることもあったけど、今では感謝してるよ。不足なのか。ああ、最近どうにも寝つきが悪くていかん。特別何があったというわけでもないのだがな。このままでは本調子には程遠い。うん、お主はこういう時にどうしているのだ。俺か。何かこう星の世界仕込みの安眠法みたいなものはないのか。そんな上等なもんじゃないが。それじゃあ、動物の数を数えるといいらしいぞ。猫が1匹、猫が2匹みたいな感じでさ。それだけでいいのか。とても眠くなるとは思えんが。
まあ騙されたと思って一回試してみろよ。何の動物でもいいから、とにかく延々と数えるんだ。ふむ、ものは試しと言うからな。早速今晩やってみるとしよう。単調なフレーズを繰り返すことで眠りに入りやすくなるらしいぞ。しかし数えるのに集中して朝まで数え続けてしまいそうな気もするな。ここの住人は国の戦争に巻き込まれただけなんだよな。疲れるんだよな。もう終わらせてやんねえと。おい、俺の一番魅力的なところってどこだと思う？いきなりどうした？別に、ちょっと気になっただけだ。いいからつべこべ言わずに答えろ。無茶言うなよ。そうだな、強いてあげるとしたら、やっぱりあんたの最大の魅力はここだろう。おお、確かに一番自信があるところではあるな。そう言い切っちまうところも含めてな。あんたの頭脳がなかったらエレナの修理は叶わなかった。本当に感謝しているんだぜ。まだまだお前らの技術には及ばねえけどな。ったく素直じゃねえな。だけど感謝しているのは本気だからな。この星に来た時はこのような戦乱に巻き込まれるとは思ってもいませんでした。クロエに心配をかけないように怪我せず帰りましょうね。ゆっくり準備できるのはここまでだ。万全にしてからヴァイル帝国へ出発しよう。ビープス人たちの謀反をこれ以上許すことはできない。彼らを捕まえるためなら私だって。これがお前との最後の共闘になるだろう。背中は預けたぞ。ラッキー。この戦いで全てが決する。そしたら俺はまた自由の身に戻らせてもらうぞ。レイは将来お父様の後を継がれるつもりなのですか？どうだろうな。後を継げって直接言われたわけじゃないが、まあ運送業は続けるだろうな。そうですか。将来のことが不安なのか？は
正直なところ王族だもんな。まあ俺の将来とじゃ比較にならないかもしれんが、結局はレティシアの思う通りにするのがいいと思う。どんな結果にたどり着くにしろ、自分で道を選ぶってことが一番大事なんだからな。そういうものでしょうか。でも私は事実上選べる道は決まってる。違うんですか。違うかどうかは俺にはわからない。でももし今は想像できない道があったとして、レティシアがそれを選んだ時、レティシアの周りにいる奴らはみんな応援してくれると思うがな。アベラルドとかブツクサ言いながら絶対ついていくぜ。レイ、ありがとうございます。少し気が楽になりました。無理すんなよ。レイ、先ほど少し聞き込みをしてみたところ、あそこに立っている方がライタールで手紙を預かった男の子、ケティル君のお父さんのようです。そうか、じゃあ早くケティルの手紙を届けてやらないとな。あー、ちょっといいか。なんだ、今は大事な任務中なんだ、後にしてくれ。どう？お待ちください、時間は取らせませんので話を聞いてくださいませんか。しつこいな、任務中だと言って。レティシア殿下、失礼いたしました。何かご用でしょうか。おお、王族パワー。冗談はいいですから、早く手紙を。ある人からあんた宛ての手紙を預かってきているんだ。ほら。手紙？これはケティルの字。どうして？あんたの息子がお父さんに届けてほしいって頼んできたんだよ。そんな、ライタールからレティシア殿下が届けてくださったのですか。届けたのは彼ですよ。そうでした、ありがとう、本当にありがとう。うわー、会いたい、お父さんも会いたいぞ。手紙無事に届けられてよかったですね。ああ、本当にな。ケティルとの約束も果たせたぜ。人から人へ、思いと一緒に大切なものを届ける。これがレイの仕事なのですね。まあ、毎度毎度あんな風に喜ばれるわけじゃないが、やりがいはある仕事だとは思う。とても素晴らしい仕事だと思います。ありがとな。改めてそう言われるとちょっと照れる。ま、何にせよこれで一仕事終了だな。え、この戦いです。よう。こんにちは、レイ。それにデュマちゃんもこんにちは。そのデュマちゃんって呼び方、どうにもなれないんだよな。どう考えてもちゃん付けで呼ぶような見た目じゃないだろう。そうですか？とても可愛いと思いますけど。可愛いか？一度レイもデュマちゃんって呼んでみたらどうですか？そうすれば可愛さがわかるかもしれませんよ。
俺が呼び方変えてもどうにもならんことのような気もするな。デューマちゃん？なんだか無言のプレッシャーを感じるぞ。そんなことありません。きっとデュマちゃんも喜んでいるんだと思いますよ。そうなのか？いや、少なくとも喜んではないだろう。喜んでますよね、デュマちゃん。まあ、そういうことにしておくか。フーガの投入があれほどに劇的な結果を生み出すなんて、まったく圧倒的だったな。敵の攻撃の届かない場所から一方的に攻撃を加えるって単純な戦法があそこまで効果的とは。あんたの長年の意地の勝利だな。俺の勝利じゃねえ、全員の意地の勝利だ。まあ本当ならあんな初陣を迎えさせたくはなかったんだがな。そうだな。だがフーガの力は確実に伝わった。戦争が無事に終われば戦い以外の使い道を見つけることも簡単だろうさ。別の争いの火種になるのが関の山じゃねえのか。そんなことになる前にみんなに理解させればいい。フーガは平和の象徴で夢の機械だから、戦争なんぞに使うのはバカらしいってな。だがそのためにはやっぱ開発者が積極的に動かなきゃならんと思うがな。めんどくせえ。めんどくせえって顔じゃねえぜ。うるさい、何度もその手は食うか。今は前だけを見て帝国への侵攻に集中しましょう。ラッキー。